手賀大橋手賀大橋は、千葉県柏市美濃和神殿と千葉県阿弥市若松を、手賀沼をまたいで結ぶ橋である。千葉県道8号船橋阿鼻子線が通る。千葉県柏市美濃和神殿と千葉県阿弥市若松とを結ぶ橋で、手賀沼のほぼ中央部に位置する。11景間連続上路式港、あーチ橋で、全長は415メートル。もともとは2車線だったが、 現在は4車線になった。1964年の完成までは、手賀沼を結ぶ連絡線があった。柏市側は水田が広がっているが、阿鼻子市側は阿鼻子駅に近いため住宅地が広がっている。しかし、最近は柏市側も宅地造成が行われている。旧手川大橋は1964年に開通した橋梁。橋の中央には、 橋の上で釣りをしないでくださいとの注意書きの看板、手軽沼中央の看板があった。大型トラックが橋を通ると、橋が揺れた。橋の欄干が低かった。ABC 郷の移り変わり、1、明治に建築された橋梁千葉県、ABCD 歴史発見、柏、は、その時、昭和28年11月10日、中秋丸修行を悲願の県営都線柏市。し、 手が大橋完成。千葉日報、ピアニッシも、長官一。ありがとうございます。